宇宙法則の回第4回目になります。もう11月ですから、12月、多分あっという間に12月が来まして、12月の末ですね、12月のちょうどクリスマスの頃、24、25の頃、何かありそうです。何かありそう。まあその話は後でしますけども、なんか星の動きを見てますとね、怪しいっていう感じです。まあ今日はですね、こんな感じで、進めていきます。プリフェイス、はじめに、今日は17日ですよね、金曜日、お牛座で満月を迎えます。金曜日のですね、17時58分というところで満月になります。ちょうどですね、お月様とそれから地球と太陽が一直線、本当に一直線に並ぶんですよ。ですから部分月食になる。まあ日本では部分月食ですが、皆既月食になるところもあるはずです。それから岡ちゃんの近況と気づきということでお話した後ですね、皆さんの自己紹介でぜひこの場を持ってですね、横のつながりをしていただきたいと思ってます。からお茶の後ですね、今日の私のお話と、まあ最後の方はですね、できれば Q&A を、時間をなるべく持ちたいと思っています。お牛座の満月、満月というのはご存知の通り、太陽と地球とお月様がちょうど一直線に並ぶで、地球のど真ん中に入るっていう時に満月になります。新月はですね、地球、それから太陽、月、まあ月、太陽ですねと並んだ時に、太陽が月の裏側に入りますので、光が当たらないために新月になると。まあ同じように一直線に並ぶんですけども、その順番が違うというところですね。ですから満月の時は太陽が沈む時にお月様が出てきます。ちょうど一直線ですから、あ、日没だなと思ったら、こっちの方を見る、東の方を見るとお月様が出てると、こういう形になります。お牛座の特徴としましてはですね、豊かさっていうのがテーマになってます。つまり我々の周りは豊かですよ、まあ足らない足らないと思っている方は特に、実は我々は寝る場所もあり、食事も食べられ、ぐっすりと寝られ、それから家族と団らんする場所もあり、まあそういった場所なり、豊かさに恵まれているということに気づくことですね。人間というのは気づきが大切だと思います。すべての豊かさを手に入れられていることに気づきなさいと、こういうことだと思います。豊かさというのはですね、私どもの思いですから、豊かさに限りはありません。どうしても豊かさイコールお金って考えますけど、お金はバーチャルの世界です。で、例えば財布に1円しかなくても、もう豊かであると思えば豊かなんですよね。例えば10億円持ってる人も1円持ってる人も、心の持ち次第ということになりますか。誰かが富を得てですね、その分誰かが損するという、こういう富の分取り合戦ではありません。宇宙はおしなべて皆さんに富を与えているということです。すべての人が持ちたいだけの豊かさが与えられているというふうに考えていただければいいんじゃないかと思います。特に今回の満月はこういうことを感じていただければと思います。私の近況ですが、つい先日ですね、
日曜日に手話ダンスに行ってまいりました。でたまたまの主催者の遠藤さんから頼まれて動画を撮ってくださいって頼まれたんですよ。で、あ、はい、いいですよってあの了承したまではいいんだけども、今までかつてのこの手話の動画を、DVD になってるのをちょっと見てくださいって見たら、プロが撮ってるんですよ。プロ、本当に映像プロダクションが撮ってる映像でして、これは参ったなと思ったんですよ。それと同じように映像を撮れるだろうかっていうことで、あの実はカズさんにも手伝っていただいて、吉澤さんというこのスタッフのメンバーにも手伝っていただいて、3人で、大ホール1200名入る大きなホールです。そこで、動画を撮りました。ちょっと一部見てください。あのね、障害を持ってる人たちに今手話やってるんですよ。それからですね、後でもう一度手話ダンスの話をします。あの実は、ついこの間、数日前まで私スマホを持ってない人でした。ガラケーですよね。パチッと上げて電話する、まあインターネットすることはまず皆無ですけども、電話だけは1ヶ月に1度か2度ぐらいはやってたということで、スマホを持ってない人でした。で、ある方からですね、NVNO ということでやったらどうですかって提案を受けて、で、NVNO というものをやりました。そしたらですね、 SIM カードっていうのを送られてきたんですよ。で、あ、 SIM カードこれか、有名な SIM カードだってやってて、でこの業者からですね、 SIM カード早く交換してください、交換してください、メールいっぱい入るんですよ。じゃあトライしてみようってやったらね、地獄に落ちましたから。ちょっとその話は後でします。八ヶ岳の進捗状況ちょっと報告いたしますね。あの八ヶ岳に、古い家と土地を借りまして、正式に11月の8日だったですね、あの最終的な決済をしてお金を払って、うちの子供です、あの、障害を持っているあっくんの名義にいたしました。250坪で小淵沢のインターからすぐのところです。2分か3分のところにあるところです。なんとそれが岩久保地区というふうに、まあ、昔の名前がついておりまして、そこは、井戸川縄文博物館のすぐ近くの、要するに縄文の本拠地だったんですよ。で、庭を掘ると大変ですから掘らないでくださいって言われたんですね。というと、掘るとですね、縄文遺跡が出るんですって。だから掘らない方がいいですよって言われたんです。それから庭にあの水の神様の石仏がありまして、そこに井戸がありました。つまり水がもう出るんですよ。井戸があるんですよね。まあちょっと手話ダンスのお話からちょっといたしますね。手話ダンスってまず皆さん見たことないと思うんですが、あの耳が聞こえない人、手話をしますよね。今テレビを見てますと、あの演説する人の隣に一生懸命、手話をしている方がいます。それをダンスで伝えようというのが手話ダンスです。心の板をつなげようということで NPO、手話ダンス U&I という組織がありまして、ここが主催している手話ダンスです。それじゃあ、U&I 会長の遠藤真希子、今日は手話通訳をしてくださった、伊藤妙子さん、それから岸澤陽子さん、お二人、そして司会は小野由子でした。
と遠藤会長の一言ご挨拶申し上げます。皆様、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。たくさんの皆様のご協力をいただき今日舞台が無事に終わりましたこと本当に感謝申し上げます。ここ今日の舞台ができましたことでここ2年間をの一区切りとしてまた明日から新しい一歩を踏み出していきたいと思います。これからも手話ダンスを通じて障害を持った方への理解を深めていただくよう活動してまいりますのでどうぞ皆様今後ともご支援ご鞭撻頂戴できますようどうぞよろしくお願いいたします。そして今日は、密を避けるために舞台の方は指導員さんしか乗っておりませんが、楽しく踊っていただきましたポプラさん、ひまわりさんは2階席でのお別れになります。どうもありがとうございました。そして早川洋務局のファンの皆さんは客席の後ろにいらっしゃるかと思います。ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。まあこういった形でですね手話ダンスのNPO 活動されている方がこんなにいらっしゃるということを私もね改めて感動いたしました。たまたま撮影を任されてですね、全部で4台5台のカメラで撮影してまだこれ編集してない編集前の生の映像です。これから5台の4台のカメラをこうじくりまして、まあ、編集をするというところです。話題はガラッと変わりましてねスマホデビューです。スマホデビューして、何が違うかというと今まで私 au を使ってました。 au でですねまずうちの家族全員 au を使ってます。私以外は、ダウン症のあっくんとそれから家内と、スマホもすでに何年も前から使ってます。それから私はガラケーの、まあ、電話だけの携帯とそれからポケット Wi-Fi というのを使ってですから全部で4台使っているのが au です。で月々ですね確か請求書が毎月2万円ぐらい来てるんですよ。まあそのくらい仕方ないなと思ってたんですがなんとこのNVNO というのを使いますとね半額以下になりそうなんです。家族全員を入れますととにかく安いんです。で同じようにそのちゃんとつながるということで、まあ、これから使っていくわけなんですが、実体験はこれからです。ただしいろんな携帯の設定ですね自分でやらなきゃいけないということでSIM カードを入れるとか中 の設定は自分でやる自分の責任でやるというこれが条件のようです。それでですね SIM カードっていうのを SIM カードって聞いたことありますよね。なんかでもなんか何のことかよく分かんないですよね。まず NVMO とは、何のことかと言いますとね、実はドコモと au、それからソフトバンク、この頃楽天が出てきましたけども、まあそういった業者のことをキャリアと言いまして、実際に携帯基地を持って、設備を持って皆さんに携帯を提供しているのがキャリアというやつなんですが、NVNO というのは携帯電話会社から借りてまた貸しして格安 SIM ということで我々に提供してくれるというとこれが NVNO というんですね。英語でね
どっかに書いたと書かなかったかな、あ、あったあったあった、これこれ、モービルバーチャルネットワークオペレーター、バーチャルですから、ソフトバンクとかドコモとは違う仮想の業者である、これが NVNO ということなんですね。で、ここから電波を仕入れて、まあ、安くして提供すると。ですからこのキャリア、ソフトバンク、ドコモ、au に比べると安いんですが、また貸ししているので、まあ今一つ信用がないというところなんでしょうか。で、 SIM カードというのはこれがポイントなんですよ。 SIM カードっていうのが各キャリアで電話番号を持っているのがこの SIM カード。この SIM カードの中にいろんな大元のベースの情報が入っている。で、au だったら au の SIM カードって、今まで SIM カードは他の携帯会社に譲渡はできなかったんですが、SIM カードロックっていうのが外れたんですね。ですから SIM カードの融通性がこの数ヶ月、1年ぐらい前からでしょうか、できているようです。で、実は私この、iPhone を買ったんですよ。町の格安の、お店に行って、これこれ iPhone8 っていうのを見つけて、一番安い1万5000円で買ったんです。で、買って、あ、 SIM カードこれだなって言って、ピンを持ってきてシコシコってやって、これを出したんですね。出すまでは簡単でした。しかし SIM カードを入れるのがですね、間違えたんですよ。どうしてもうまく入らないので強引に入れたらですね、これが取れなくなったで、買ったところにこれ取れなくなりました、どうしましょうって持ってったらね、お兄さんが、あ、ダメですねこれもうこのスマホを廃棄してくださいって言われたんです修理に出すとすごい高くつくんですって。で、もう悔しいからね、私 SIM カードをインターネットで調べたら、こうやれば SIM カードを取れるよっていう情報がありましたんで、文房具屋に行って虫ピンですね、持ってきて強引に出したんですよ。出たんです。だからここにガリガリって傷がつきまして、で、その後この SIM カードを提供している専門の人と会ったら、あ、これ傷ついたからもうダメねって言われてで、なるほど、切り替えてもですね、スマホをちゃんと動かないので、あ、とうとうダメかと。SIM カードはまずダメだろうと思ってたんですが、その買ったところのお店に行ってお兄ちゃんに相談したんです。 SIM カードがダメかスマホがダメかどっちかなのか、ちょっと判断してくれませんかって言ったら、やってくれたんですね。 SIM カードサシャサッと調べてくれた。あ、 SIM カード大丈夫ですよ、スマホがダメなんですねって言われたんです。 で彼が若い人です、提案してくれたんですよ。修理に出すよりも安いスマホをもう一度買いなさいと。 iPhone7 1万円ジャストでした。で、これを端末して使いなさいと。あと全部使いますから、iPhone8 のいろんな機能全部使いますから、これ1万5000円、締めて2万5000円で、 iPhone7 をマルキシポケット Wi-Fi のように使いなさい。ギャザリングっていうのかな、テザリングっていうのかな、それで使えばいいでしょって言ったら、なるほどと思いましたね。ですから私の今ポケット Wi-Fi 持ってるんですよ。 au の5000円6000円のものがセーブできるんですよね。で、なおかつ格安スマホですから安いで、60ギガついてますから、まず1ヶ月でそれ以上なることは多分ないと思いますね。まあ、そんな体験をしました。ですから SIM カードは私の体験では要注意です要注意向き反対に入れてたということです。はい、さっき話した八ヶ岳の古家のお話なんですがね、ちょっとこれ見てください。それ
これはね公開してません。すべてのご縁は悪夢が作ってくれた。築47年の古家、古い家です。ボロボロ家です。ただし広い庭と井戸があります。あっくん、ちょっとあっちのカメラ向いて、あそこにあるでしょ。はい、で、このあっくんハウスですけども、このあっくんを今日一緒に来ましてね、今日は、11月8日月曜日、そう、さっきあっくんね、あのいろいろ書類の私だとかチェックだとかサインだとか名前書いたりとか、うん、ね、大変だったよね。一応お一段落終わりました。ご苦労さんでした。多分ここにおしっこしたんだと思うんですよね。で、一応ほら後ろを振り向いてごらん。これあっくんハウスだからね、うん、あっくんの家です。で、ああやって猫ちゃんもあそこにいるしね、ここであのいろいろやっていきたいと、あっくんと一緒にいろいろやっていきたいと思います。ね、あっくん時々ここに来てね、あっくん の, あの部屋も用意するからね。はい、この広いお庭があるでしょ。いいでしょ、うん、はい、じゃあどうもね、ありがとうね。はい、これあの、ごめん、ちょっと説明しますね。1回です。2回はい、どうもありがとう。で、実はですね、ちょっと説明します。あの、これ1階の今図面を起こしてもらいまして、そろそろこれ工事にかかるんですけども、まずあの、この中あの要するに47年前の家ですから、古い家ですから、本当に全部模様替えなんですよ。床を全部あの無垢の板に全部張り替えると。それから階段をこっち上がりなのにリビングルームから上がるようにすると。からこの水回りですね、あのお風呂と洗面トイレ、これ全部特階です。で、今ここに古いあのキッチンがあったんだと思うんですが、ここをウォーキングクローゼットとしてですね、あと広いワンルームになると、これ28畳ぐらいあるのかな、多目的ホールって作ったんですが、でアイランド型のキッチンと、それからパソコンのワークスペースがここになります。で、まあ引き戸でここと行き通りしたり玄関が入ったりするんですが、まあ、個別の約10畳8畳9畳ぐらいの部屋が一つできるんですけどね、まあこういったわけで、まあ一つの大きなスペースができると。じゃあこれをどうやって使うかですよ。で、実はあのお金を出したのは私の方から出したんですが、みんなのスペースにしようと思ってるんです。あのまずですね、インフラの自立をしようと思ってます。水、電気、ガス、まあガスは LP ガスですけども、電気は自分で電気を作っちゃおう。で、今作ってます。発電機を作ってます。で、水は井戸がありますから自立できます。それから多分ね、これからあの皆さんの携帯が使わなくなる時が来るんですよ。その時にあの短波無線をあの設備します。私あの、第1級無線アマチュア無線技師というのと、第2級通信士という資格を持ってます。国家資格を持ってます。ですから1キロワットの空中線電力が許可して国家からもらえるんですよ、局が。で、あの短波無線を使って世界中と通信できる設備を作ろうと思ってます。で、磁力で発電をしようと。
でそれもですねフリーエネルギーで発電すると。でこんなことできるのって言うんですが、実は先日、まあ、もうすでに1ヶ月以上になる 前になるんですけども、アメリカのある方がフリーエネルギーで10キロワットぐらいの発電機を作ったマニュアルがあるっていう、その600ページにわたるようなマニュアルを英語でしたけどもゲットしたんですよ。でそれを全部読みました。読みましたら作れると思いました自分で作れそうと思いまして、今ね作ってるんですよ。で、もう今私の部屋の中はねガラクタで山のようになっちゃって、配線とかあのモーターの機械とかですね、いっぱいになっちゃってるんですよ。まあそんなことで、やってます。それから、ご近所様との調和ですね。たまたまあのすぐお隣が、小林さんという方で、大工兼、土木屋さん兼いろんな工事をやる方でして、その方がですねこの家の周り全部やってくれる、多分ブロック塀をすぐ壊してくれて全部やってくれるっていう話になってますので、それからこの間あっくんのこの契約するときにですねご近所さん10人ぐらい集まってきたんですよ。それでようやく売れたかということで、近所でですねいろんな人が集まってきて、みんなお年寄りでしたけど本当に協力体制ができるなって感じがしました。ただし逆に思えば、まあ近所さんの付き合いが大変だなというのが正直なところですね。あ、タモテキホールはこういうふうにやろうかな。まあ各種イベントとかとにかくね避難場所ですよ。避難場所とそれからウォーキングクローゼットの中にとりあえず備蓄ですね、食料の備蓄、水、まあ水は出るからいいんだけど、そういったことを考えてます。から交流場所、音楽家の方の発表、それからインフラとして、インターネットの光回線を入れますのでライブ配信ができるということです。まあこんなことを考えて、今いるところです。まあとりあえず小淵沢の駅から歩けますし、がインターから 2,3 分ですからすぐです。それから井戸川遺跡って有名な縄文遺跡がすぐ目と鼻の先10分で行けるですね。隣が久慈美町っていうところです。まあそういったところがどういうわけか、偶然じゃないんですよね、これ手に入ったのは。話は長くなるんですけども、きっかけをくれたのは浅川義美先生という龍神さんの金龍さんが守護霊としてついている方から私のふるさとである上田市の農家を探しているということで話をしたところですね、そこへやめとけと、やめとけって言われたんですね。その代わりこの辺にしろと。あれは浅川さんの声じゃないんですよ、龍神さんの声なんですよ。で龍神さんがここら辺に見つけろと、それも別荘地帯の上に行っちゃダメだよ、下の町の方で探せって言われたんです。で浅川先生がじゃあ一緒に住むそこにある不動産屋さんに一緒に行こうって言われて、そこまで急な話なんですかって言ったら、急な話だって言うんですよ。すぐアクションを起こせと。で時間を見たのが5時半だったんですね。もう遅いですよって。で浅川先生このところねアキレス腱というか足にこうなんとかシンドロームってすごく大変な病気を持ってまして歩けないんですよ。歩けないのに
下まで行くのに大変でしょうって言ったら、うん、そうだなっていうことで、その日は一緒に行くことはなかったんですが、結果的にそのすぐ1日後に私今の物件を見つけまして、インターネットで見つけまして、で浅川先生にこんなところがありましたよって言ったら、いいねって、進めなさいって言われたんですよ。で2日後に現地に行ってみたと。でそしたら不動産屋さんが来てくれなかったんですが、自分たちの目で確認した、で、その足で浅川先生のお宅に伺って、これこれこういう物件ですよって言ったら、これが手に入ったら奇跡だって言われたんですよね。奇跡、でその後不動産屋さん、甲府市にある不動産屋さんだったんですよ。で、申し込みたいんですがって言ったら、残念でした、すでに申し込みがありました。3番目、前に申し込んでる人がいたんですよ。で、あ、もうダメかなと一時諦めたんですが、その前の2人が次から次へとローンで落ちるんですね。今ローン審査って大変なんですね。でたまたま私はキャッシュがあったんですよ。キャッシュって大したお金じゃないんですけど、キャッシュで買えることができたから手に入ったんですね。はい、というわけで、私のね、この1ヶ月の流れでした。じゃあ自己紹介をね、こんな感じでやっていただきたいんですよ。この際ですね、どんどん自分の宣伝をしていただきたいと思うんですね。お名前、どこにお住まいですか、何者ですかって、ここで宣伝してください。何をやってるか、何に興味があるか、それから近頃感動したこと、嬉しかったことを皆さんとシェアしていただきたいと思うんですね。でここに書いてある通り、宇宙法則沢会を機会に横につながって、その後コラボレーションとしてお互いにですねつながって、この会を機会にしてぜひ仲間を広げていただきたいんですよ。で多分ですね、私のこの会に来られる方は大体波動が同じなんですよね。だから話が合うはずなんですよ。はい、そういうわけで今日はですね、時計回りにしよう。時計回りだから。